ちは、吉田則正です。はい。ということで、ありがとうございます。さあ、今日ご紹介するこちらでございます。バン。ファミリーマートさんのファミ投げ。ファミ投げ。こちら210円でございますね。おつまみじゃないや。つまようじ。いろんなことがね、頭に巡ってましたね。おつまみって言ってましたね。あ、ファミ投げってナゲットか。ナゲットね。チリな鍋みたいな、なんかファミ、なんだろうとか思っちゃいましたけどね。わかんないで買いました。新商品だったんで。あ、新商品かどうかもわかんないね。はい。いわゆるホットスナック的な部分だったんでね、購入しました。プスッ、こんな感じですね。ちょっと辛そう。いただきます。ん？あ、なんか、ん？時間が経ってるとかそういうことですかね。なんか、周りは、いわゆる、何？マクドナルドさんのナゲットと比べて、ちょっと柔らかくない。うん。と比べてですよ。時間が経ってるってことかな。こいつもこういうもんかな。わからん。辛さはまあ、僕にとっては、ちょっと辛いの苦手なんで、辛いなって、思いますけど、軟水津波。辛いの好きな人にとって多分物足りないかなって気がするぐらいの辛さではないか。結構きた。5個入ってますね。うん。まあ、食べやすいよね。うん。で、爪楊枝をちゃんと入れるとこちゃんとあるってのがすごいね。すごいね、それって。なんでここは こだわったんですかね、こんなの。爪楊枝をファミマの人が付け忘れるのを防止するためとかですかね。わかんない。ちょっと辛い。ちょっと辛いんでこの辺にしておきます。ありがとうございました。今日ご紹介いたしましたのはファミリーマートさんの、ファミ投げチリでございました。すべての神々はこの指に参るストップボタン